いい買い物ができました。早く帰ってじっくり中身を楽しみましょう。あ、海ちゃんだ。おーい、かなた、久しぶりですね。ハイキングの時以来でしょうか。そうだね。海ちゃん、なんか嬉しそうだけど、どうかしたの？ええ、さっき本を買ってきたんです。読むのが楽しみで、つい顔が緩んでしまいました。へえ、本か。海ちゃんのことだから、参考書とかトレーニングの本とか？残念ながらどちらも外れです。私が買ったのはこれです。どれどれ？登山の極意、おすすめハイキング特集、トレッキングの始め方。それとこっちの本は有名な登山家の方の手記なのですが、お店で冒頭を読んでみたらとても引き込まれたので購入しました。おお、海ちゃん、もしかしなくても第2回ハイキング計画練ってたりする？もちろんです。定期登山については保留になっていますが、この前のようなハイキングなら皆さんもまた行きやすいと思うのです。また皆さんと一緒に山を感じたいですね。海ちゃんって山が好きなんだね。なんでそんなに好きなの？ハイキングを提案した時もお話ししましたが、山には日常では体験できないことが溢れています。文明の利器は使用を限られ、頼れるのは己の経験と知識のみ。現代の生活に慣れきった私たちに自然は容赦なく牙を剥く。深い森、切り立った岩壁、厳しさと戦う中で自分の器の小ささを痛感し、そこに成長の余地を見る。山とは自分を映す鏡でもあるのです。だから私は山に挑み続けるのです。私自身と向き合い、そして磨き続けるために。そうなんだ。なんていうか、うん、自分磨き頑張ってね。かなた、あなたも一緒に己を見つめて高めましょう。定期登山のお返事、いつまでも待っています。うん、考えとく。